織田彦五郎とはどんな人？主君を殺し滅亡した尾張守護代。麒麟が来る第7話では、斎藤利政、銅山がかつて織田信秀に奪われた大垣城を奪還します。当初は優勢だった信秀ですが、同族の織田彦五郎に本拠地の猿渡城を攻撃され、城を諦めるしかなくなったのです。北に斎藤、東に今川、内部に織田彦五郎と、ニッチもサッチも行かなくなった織田信秀は、宿敵斎藤利政と縁組により同盟を結ぼうとするのですが、そのきっかけになった織田彦五郎とは何者なのでしょうか。尾張下四郡の守護代清須織田家に生まれる織田彦五郎は通称で、本名は織田信友といい、尾張下四郡を支配する清須織田家に生まれました。本来織田家は守護のしばしの大官でしたが、戦国の世で主君のしばしが弱体化、尾張は尾張上四郡を支配する岩倉織田家と下四郡を支配する清須織田家に分裂していました。清須織田家は傀儡の守護として芝吉宗を奉じています。織田彦五郎は織田辰勝の後を継いで守護代になりますが、尾張下四郡の実質的な支配者はすでに清須織田家でもなくなっていました。尾張の実権は両校の対馬、熱田を抑えた配下の清須三奉行の一人、織田壇上の中家の織田信秀に移っていたのです。先代の当主の織田辰勝は上り上司の織田信秀に協力していましたが、信秀が加納口の戦い、安月坂の戦いで相次いで敗れ、さらに斎藤氏に攻められた大垣城の救援に向かうと、織田彦五郎は重臣酒井大膳の進言に従い、信秀不在の猿渡城を攻めたのです。信秀側の平手正秀の終戦で一度は和睦、織田彦五郎は酒井大膳、酒井仁助、川尻与一のような名称を仕立てて猿渡城を攻撃、帰還した信秀はこれを防ぎますが、戦いは一進一退になります。信秀は平手正秀を交渉役に立て、翌年天文17年1548年の秋に和睦します。このあと清須織田家と織田壇上の中家の関係は小康状態になりますが、織田信秀が天文22年に死去して、うつけと評判の織田信長が家督を継ぐと、彦五郎は信長の弟の織田信雄を支持し、信長に戦いを挑むことになります。足津の戦いで敗北、酒井仁助を失う。信長が家督を継ぐと、早速尾張に動揺が走ります。織田信秀に従っていた鳴海城主山口範次、範吉伏が駿河の今川義元に寝返り、信長と範吉の間で赤塚の戦いが勃発したのです。信長は800ほどの軍勢を率いて戦いますが、痛み分けになり、即日名古屋城に引き上げます。これを見て清州の酒井大膳が同僚の酒井仁助、川尻与一、織田三味と図り、信長サイドの松葉城と深田城を攻略、織田伊賀の神と織田信次を人質にしました。なんだか織田彦五郎の影が薄いですが、この頃には清須織田家の実権は酒井大膳に握られていたようです。報告を聞いた信長は直ちに名古屋城から出陣すると、森山城から叔父の織田信光が援軍にやってきます。信長は兵力を三方向に分け、自らは信光と一手になって庄内川を越し、海津へと移動。午前8時ごろに先端が切られ、激戦の末青州型の重臣酒井仁助が討ち死にします。その首は中条家忠と柴田勝家が2人がかりで取ったそうなので、酒井は相当な豪のものだったのかもしれません。50名余りの手勢を失った清須方は松葉城と深田城に籠城しますが、ここも数時間の激戦で陥落し、清須方の軍勢は城を明け渡し逃げて行きます。勢いに乗った信長はそのまま清須城下の田畑をなぎ払い、悠々と引き上げていきました。守護芝吉宗を殺害し窮地に陥る。その後織田彦五郎は信長を暗殺しようとしますが、守護の芝吉宗の部下から計画が漏れて失敗します。清須織家が傀儡としていた芝吉宗は、織田彦五郎が今川義元と通じて尾張に今川の勢力を引き込んでいると嫌悪し、密かに信長に通じようとしていました。これを知った彦五郎は天文23年1554年、重臣の酒井大膳とたばかり、しばしの家臣が跡取りの芝吉兼に従い城外に出た隙をついて、城内に残った芝吉宗を殺害します。
しかしこれは最悪の決断でした。父が殺されたことを知った義兼は信長を頼り逃亡。信長はこのチャンスを逃さず義兼を保護し、織田彦五郎を主君殺しの大逆人と罵倒して討伐の軍を起こすのです。柴田勝家に安食で大敗。天文23年7月18日、その頃織田信勝に属していた柴田勝家が信長に合流して清須に出陣します。しかしどうして信長と利害が対立する柴田勝家が清須に攻め込んだのでしょうか。これはどうやら織田信勝が弔い合戦の主導権を信長に握られるのを恐れたためと推測されます。早い話が、たとえ傀儡でも主君を殺すのはこの段階ではまずかったんですね。柴田勝家は長槍部隊を率いて山王口、安食と攻略。清須勢は西岸寺前で持ちこたえようとするも槍が短いので太刀打ちできず、境内に侵入され川尻与一、織田三味が討ち死にしました。清須織を支えてきた重臣はこれで堺大膳だけになります。織田信光に騙されて清須城を失い自害。たった一人になった堺大膳はこれではやっていけぬと森山城の織田信光に接近し、清須城に入り織田彦五郎と共同で守護代になってくれないかと打診します。信光は二つ返事で承諾し、決して約束を違えないと誓約書を出し、清須城の南櫓に入りますが、同時に信長にも取引を持ちかけていました。尾張下四郡の半分を与えると約束してくれるなら織田彦五郎を討って差し上げよう。もちろん信長は大喜びで了承します。反逆の決意をした織田信光は堺大膳を騙し討ちにしようと待ち構えますが、大膳は異様な雰囲気を感じ取り駿河に逃亡。それを知った信光は清須城にいた彦五郎を主君殺しとなじり追い詰めます。もう逃げられないと悟った彦五郎はおとなしく腹を切り死亡しました。この時清須織は滅亡したのです。戦国時代ライター川嘘の独り言。織田彦五郎は清須織の当主ながら、その実権は古守護代の堺大膳に握られた傀儡だったようです。確かに資料を見ても織田彦五郎の名前はあまり出てきません。でも一応守護代家のトップにいる以上、一切私は関係ありませんとはいかないでしょう。最終的に爪腹を切らされたのは仕方ないでしょうね。